同じベッドだからキャー、いいんですか。皆さんこんにちは、キラキラです。今日も撮影しに来ています。これもね、6月20日のテスケットで今回新作として出す写真集の撮影なんですけれども、今日もね、ブトンちゃんに撮影してもらってます。撮影してます。お願いします。イエーイ。ということで、早速いろいろ撮影していきたいと思います。緊張するね。なんでどうも。あきらちゃん、その衣装は何の衣装ですか？オリジナルのオオカミちゃん。オオカミちゃんですね。撮影会でもやったからね。そうですね、めちゃくちゃ可愛かったです。これがすごい。かわいい。ほわほわ。衣装のポイントはありますか？ほわほわ。ほわほわ。ほわほわ。思わず触りたくなる感じですね。おまわりは。かわいい。かわいい。写真集の最後に寝てる感じが変わるね。はい、うん、おお。どうせ買うものがいきなり買ってきたら怖いよね。まあ言うよ、多分。そう、これですか。こんないきなりガンって飲まないか。さすが。同じベッドだから。キャー。そんな YouTube では引きしか撮れてないんで、うん、こうアップでね、今撮ってる写真は写真集見ての楽しみですね。です。6月20日にのトスケットというイベントで出します。ぜひ。私もこの状態なんだけど、そこにすごい。でもいきなり始まってしまったと思って、撮ってるわけにはいかないし、どうしようね。私たちが帰った後に、あきらちゃんから送られてきた写真がエチエチすぎて、うん、何があったって思ったんですけど、あの、お酒飲んでる。お酒。めっちゃいいよね、歯だけ。かわいい。かわいい。あ、いいね、すごい。太陽光綺麗やね。ね、そうなんですよ。これが自然光よ。え、ちょっとなんかさ、若干移動してなんかカーテンにくるまってるやつとかもらっていいですか？伊藤さん、あの、カーテンにくるまらせるの好きですね。確かに。誰も言ったわ、すいません。家がなくて。めっちゃ、めっちゃいいですよね。私も好き。体が本当に綺麗。なんかこの紐結び直す感じ。うわ、手が。キャー、いいですか？写真集見てのお楽しみですよ。
カオンさん的には今回の写真集のアキラちゃんの推しポイント、アキラちゃんの推しポイントですか。はい、でもすごいこの衣装はすごいなんかなんか裏もかが自然っていうか、ね、痩せてるけどちゃんとなんか女の子らしい肉付きがあるっていうか、うん、なんかそのお腹周りとか胸元とかお尻とかすごいなんかフェチミを感じる場所がいっぱいあって、なんかそういう部分撮りをしてるときはめちゃくちゃ盛り上がりますね。わ、今のこの感じの星の感じめっちゃいいみたいなとか、このお尻めっちゃもう最高みたいな気持ちで部分撮りをしてるんで、もちろん顔が可愛いがみんなしてると思うんですけど、めっちゃそういうとこにテンションが上がりますね。女体カメラマン、女体カメラマン、女体カメラマン、女体を撮るのにね、ちょっと特化されてるも女性が撮るからこんなポーズしたいみたいなのもありますよね。なんか安心感がやっぱね、うん、女同士だとね、女性カメラマンだから安心しすぎて、あのさらけ出しすぎてファンの人が心配するっていう。では安心してくださいっていうやつ。寝てますよ。この写真集はあんま履いてなかったけどね。履いてはいたか。履いてもなしつけた。まあ女の子同士だからね、ちょっと楽しみにしてほしいな。女性カメラマンだからこそ、アキラちゃんそういうところも見せてくれるみたいなところも見れる。うん、一緒に近い月明きら完全育ったよ。お酒飲んで撮影したの初めて。そこそこ酔っ払ってたよね。Twitter に上げられたあの写真のなんかいろいろ想像できちゃう感じがたまらない。どんちゃんの方がめちゃくちゃ飲んでたけど、私あんま飲むと顔真っ赤になっちゃうから、ほろ酔いぐらいのちょっと多分目が潤んでるぐらいの、うんうん、で収まるようにしたけど、でもコメントではとりあえずハイボールあげとけば上がるんかみたいなコメントが来てましたけど、でもそうだよね、まあ、ハイボールなんで水さ誰でもじゃないよ。それやばいやつ。やばいやつなのに付き合いキラが2人鏡使うとさ、鏡の中もレタッチしなきゃいけないからさ、それ何2倍。あきらちゃん衣装チェンジですね。しました。次はどんな感じですか。あれなんか、まあ家でまったりしてるオオカミちゃん。オオカミちゃん野良っぽかったのが急にお嬢様のところの高級感、優雅なオオカミですよ。かなりフェチミ高かったですけど、今回は縦セタでだいぶフェチいいですね。いいね、このなんかおっぱいの曲線が。そう、あえてブラつけました。大きく見せるためにこれ使わなくていいです。ということで撮影が無事に終わりました。いやいい写真がたくさん撮れたね。撮れたね、イエーイ。ここからあの写真を選んで、どれを使うか選んで補正して写真をいじったりとかして写真集を作っていくわけですけれども、とんちゃん結構シャッターが早いんですよ。パシパシたくさん枚数撮ってくれるんですけど、すごい短時間で、でもいい写真めっちゃあるから選ぶのかい。いいことです。結構撮ったからね。ね、本当にめっちゃいい写真たくさん撮ってもらったんで、よかった、楽しみにしていてください。以上、いつきあきらでした。